いすみ鉄道いすみ300型機動車は、いすみ鉄道の普通列車用機動車である。本形式と同様の車内設備等を備えるキハ20型についても、本校で扱う。本形式は、開業時から使用してきたいすみ200型の老朽化に伴う代替車両として、2012年から導入された車両で、同年1月3日に、いすみ鉄道社長のブログで、 車体イメージ図が公表された。運用は同年3月28日に臨時列車として開始された後、同年4月1日より定期列車としても開始された。車体は新潟トランシス整形回軌動車の標準的なもので貫通型の両運転台車である。全小灯と尾灯は左右の前面窓の上部に両車が一体化して装備されている。 懐かしい昭和の雰囲気をイメージして、紺のモケットに下段上昇式に開く窓に設計され、バリアフリー対応の洋式トイレも設置されている。座席配置は、ムーミン列車など、観光列車としての運用を考慮して、クロスシートとなった。クロスシートは、開業時に用意されたアイ100型にも備えられていたが、こちらは、後年の改造により、ロングシート化され消滅していた。 本形式は2014年度までに3両を導入する予定であったが2015年6月22日に最後の1両が搬入された。この車両は本形式同様クロスシート装備のトイレ付けでイすミ350型同様前面側窓の形状が国鉄機波20系機動車を模したものとなっておりさらに塗装もクリーム4号と朱色4号の塗り分けである。 形式は、モデルとなった、国鉄キハ20型にちなんでキハ20型とされ、番号は仕様が、同じイスミ300系の続番の303となる、ところであったが、かつて国鉄に在籍した、同盟車両に敬意を表して1000番台とし、キハ20,303となっている。イスミ鉄道社長ブログ。新型車両のご案内。2012年6月27日時点のオリジナルより、 アーカイブ、2021年4月3日閲覧、泉み鉄道社長ブログ、新型車両泉すみ300系運転開始、2015年3月18日時点のオリジナルより、アーカイブ、2021年4月3日閲覧、泉み鉄道社長ブログ、泉すみ350系誕生日は、2015年4月20日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2021年4月3日閲覧。いすみ鉄道社長ブログ。新型車両が到着しました。2015年6月23日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年4月3日閲覧。いすみ鉄道社長ブログ。新型車両規波20について。2015年6月23日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年4月3日閲覧。 ありがとうございます。